はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はですね、ちょっとその信長の野望大使のプレイ自体ではないんですけども、トレジャーボックスについている得点シナリオ、大使両欄で選べる武将たちのですね、志をちょっと皆さんに紹介していければいいかなというふうに思っていますので、早速ですね、信長から順に見ていきましょう。まず信長ですね。俺の覇道を阻む者、生かしてはおけぬ。信長はご覧の通り天下布武になってますね。画面の左下の方に出ています。で、わ秀しの吉はとい腕うと前見せ天て下やるとす総る無か。事三河武士ので、誇り、家見せ康るはは天今下ぞ。太平。我が道を阻む者、値切りにするのみ。政宗は昇り竜ですね。で、政宗に合戦を仕掛けると値切りにするって言われますよね、毎回。大義で、こはちら我らがに氏あ康り。ですね。六十大音で読み方合ってますか？六十大音。御旗、盾なしもで、ご小信玄覧であすれ。ね。王道執行。相手にとって不足なし。これが真田昌幸ですね。で、真田昌幸は六文銭になってるんですけど、六文銭の中に含まれる不釈神明は、この後出てくる、信行、幸村ともに持ってる内容になります。この戦、で、これが我謙が信です掌ね。中にあり。義仙。楽しませてくれるのじゃろうな。で、毛利が百万石ですね。陣ぶれを出せ。大義は我らにあり。で、元親、長宗我部元親は再会の主、政界の主ですね。陣ぶれを出せ。戦の支度をせよ。で、島津義久は算数の総大将。島津に喧嘩売るた物好きだな。で、こちら同じく島津ですが、義弘のですね、雄武英略。さあ、で、戦だ。こ楽からしはもうぜ。鈴木重秀、雑賀相国。我が軍で、こ略れが光秀おで見すせね。しよう。天が下知る。立ちはだかる者、滅するのみ。で、これが道三ですね。乱世のマムシっていうことで、道三はね、ちょっと個人的にいつかプレイはしてみたいなと思っている武将なんで、今後ぜひぜひ期待をしていただきたいなというところの武将になりますね。近々でいつかプレイをしていきたいと思ってます。相手にとっで、こてれ不が足な最し。上義昭ですね。ちょっとね、何度も読み間違えてしまってお恥ずかしいところを、真田幸村プレイの中でね、晒してしまっているんですが、最上義昭になります。で、最上義昭の方なんですけども、これは古書雄訳で合ってるかな、読み方。古書雄訳。義昭は今幸村プレイでかなりお世話になってますんで、今後ね、さらにさらにどんどん登場してきてくれるんじゃないかなというふうに思ってます。で、あとは義姫をね、幸村のところに嫁いでもらってますんで、そのあたりもかなり、楽しみなところにはなります。義姫の顔絵すごく好みなんでね、義姫みたいな奥方をもらった幸村は羨ましいですね。で、続いて、大これ義もはね、我今、らにあり。幸村プレイですごくお世話になってる鬼義重ですね、鬼義重。坂東太郎になってます。我が部、で、これは潤わ景せて勝のも方らですおう。ね、烈戦。陣ぶれを出せ。で、大義義は我元、らにあり。独立独歩ですね。義元もね、今、信長のプレイの方ではかなり苦戦をしているんですが、
今後ね吉本との対戦も楽しみにしていただければと思います。お見せしよう。で長政、湖北仁義で長政なんかは国力で見ると第7位っていうことで結構上位にいますね。やっぱり近江はね豊かな国ですよね。戦国期は特に陣ぶれを出せ三好長慶です、ね、大義は我らにあり。で日本の福王、国力は第2位立ちはだかるもの、で松永久秀滅するのみ。でこれは乱世の共有になってます。裏切りは悪ならずっていうのがまたいいな。我が軍略お見せしよう。でこれが黒田官兵衛ですね。再起官髪でやってますか。第8位で生きた直井滅するのみ。剣謀術数ですね。で続いてこうなったら容赦はせぬぞ。大友宗麟はキリシタン保護、国力は第5位。この力でねじ伏せてやろう。で高信は御巣大守になってますね。これ国力第1位だもんな。なんかちょっと意外な感じがしますよね。我が妻お見せしましょう。で光秀は謎の伊勢。まあ近江はねもう長政がいるんで、三成は近江出身とも言われてますけど、第一大満大吉で伊勢にいます。我らの力見るがよい。で氏里、蒲生氏里は天下人の眼光。まあ氏里はね秀吉にすごく気に入られて会津92万石を拝領してますからね。で諏訪勝頼、その身で知るがよい。で勝頼は第36位虎を継ぐ者になってます。我が軍略お見せしよう。でこれが天子春久ですね。これは何だろう、ちょっと全然読めないな。中国の主、ごめんなさい、ちょっと読み方本当に読めないです。ごめんなさい、お恥ずかしい。ちょっと読める方教えてください。我が軍略で津軽為信ですね。これは天地人制せられずですかね。ちょっと読み方自信ないんで、これも間違ってたら教えてください。なんか為信かっこいいな、こうやって見ると。立ちはだかる者滅するのみ。でこちらが里見ですね。どうもね里見は今回結構難しいプレーをする上ではかなり、ね、難しい大名になっているようなんですけど、まあ、里見もねできればキンキンでプレーをしていきたいなというふうに思ってますので、ぜひぜひこちらも楽しみにしていただきたいなと思います。でこれは行春の字で合ってますか。行春の地かな。で続いて陣ぶれを出せ、戦の支度をせよ。地下末ですね、安藤地下末。これは何だろうな、棺星北天かな、読み方合ってるかな。これもちょっと自信ないですけど。で続いてはこうなった春政ですね。道行く月、まあ、このくらい簡単にしてくれるとね安心して読めるんですけどね。国力はちなみに第43位ですね。今雪村プレイではね結構奮戦してくれてます。我が部狂わせてもらおう。でこちらは勝家ですね。中遊無類で勝家もね鬼吉重と同じく鬼柴田を発動してきますからね。真田の軍略味わうがよい。でこちらが雪村ですね。日の本一の強者ということで、今雪村プレイやってますんで、興味ある方いればぜひぜひ応援していただければと思います。我が妻お見せしましょう。でこちらが剣女ですね。北条国楽
国力は48。あの雪村プレイ、この大使両乱のプレイでやると秀吉に速攻で滅ぼされてました。大義は我らにあり。で義景ですね、第二の京。さあ戦だ、楽しもうぜ。で吉川元春ですね、生涯不敗。すごいかっこいいですよね、生涯不敗。我が才お見せしましょう。でこちらが小早川高景ですね、知性、これは文民で合ってるかな。我が才お見せしましょう。でこちらが半兵衛ですね、天武大佐。まあね、半兵衛とかもね、おそらくこの大使両乱じゃなきゃ選べない、武将になってると思うんで、ぜひぜひプレイをしていきたいなと思ってます。陣ブレを出せ、戦の支度をせよ。で大谷義継、断金のちぎり、これは三成との友情を志にしている感じですかね。陣ブレを出せ、戦の支度をせよ。でこちらが義輝、幕府最高。どうやらあの足利義昭も同じく幕府最高を持ってるみたいです。それでは始めるとしようか。で種目、これはホラの主で合ってるかな。ホラの主、力でねじ伏せる。森安は夜叉苦労の部、これ国力第50位、かなり厳しいな。大使両乱でプレーを始めたときは種宗に滅ぼされてましたね。楽しませてくれるのじゃろうな。でこちら長野ですね、上州の王藩で合ってるかな。王藩ですね、読み方多分合ってますかね。我らの力。でこちらが信行、まあ、信行もねちょっとわけわからんところにいますが、真田の守り神ですかね。我が部、で武吉は言わせてもらおう、大海賊。で残り2つが、宇治原が不死鳥が如く。我が戦お見せしよう。で最後が直虎で伊の国ということで、大使両乱、トレジャーボックス限定シナリオはこの50の、武将の中から選択してプレイすることができるという内容になっています。いかがでしたでしょうか。もしですね、この武将でやってほしいとかそういうリクエストがあれば、ぜひぜひ動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければですね、プレイの方進めていきたいなと思いますので、お寄せいただければ嬉しいなと思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。